今回も怪我人を出してしまったな。これでもなんとかなった方ですよ。あとは任せて。この程度の傷であればなんとか処置できるわ。今回保護できたベアラーは。おお、君は新入りかね。ここでは植物の研究をしているのだよ。黒の一帯で植物を育てる技術があれば隠れ家で自給自足できるからな。こんなとこにもガタが来てやる。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんたちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。わかった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。ちょっといいか。修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロア親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。これだな。さて、あの大工のところへ持って行こう。大広間の方騒がしかったわね。鍋の火加減。あんた新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。もちろんタダでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か、久しく口にしてなかったな。食事を持ってきた。お、もうできたのか。うまそうだ。ありがとうよ。あんた新入りだろ。早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。報酬はもらうさ。精が出るこった。頑張れよ新入り。シドのやつもう部屋に戻っちまった。付き合い悪いね。やることがあるんだとさ、忙しい。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから
助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。前の主人に捨てられたところをシドが助けてくれたんだ。ここに来るか。王国の戦は凄まじかったらしいな。なるほど、畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ、ありがとう。すべて運んだな。ケネスのところへ戻ろう。お主は見ない顔だな。新入りかね。クライブだ。はじめまして、クライブ。わしの名はハルポクラテスニセイ・ヒペルボレイオス。ハルポクラテスニセイ・ヒペルボレイオス。はは、正しく呼べる者がおらぬのでな、皆からは語り部と呼ばれているよ。わしはバリスゼアの歴史と習俗に興味があっての、あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事のいとまにでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。新たな視点を得られた気がするぞ。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。これまでのお主の話をまとめているぞ。知りたいことがあったらおいで。今回も怪我人を出してしまったな。あとはシドの部屋の片付けだな。ダルメキアと鉄王国の戦は。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客は全てベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか。ああ、そうさ。この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。でもこの隠れ家じゃ自分の意思で話して
自分の意志で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて、約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。あんた、新入りか？またシドが拾ってきたみたいだな。子供に犬にベアラーに。シドは何でもお構いなしさ。おお、君は新入りかね？ここでは植物の研究をしているのだよ。黒の一。おお、早かったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい？これでいいのか？ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。礼など。いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新入り。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい？持ち物を減らしたらどうだい？こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい？飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。
支度は？また出かけるのかい？モテる男は忙しいのさ、カロンバーさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。ああ、何か入りようかい？シドは先に出ちまったよ。ベアラー保護の次の件ですか？慎重に進めた方がいいだろう。外で活動できる人員は限られてるからな。よしよし、いっぱい食べたね。また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない？仮にもお尋ね者なんでね。おいそれと大街道を通るわけにもいかないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか？いや。ならいい。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。さあ、日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。
そうそう、この道も少しばかり魔物が出る。襲ってくる奴らには気をつけろ。いい気なもんだ。緑が豊かすぎるのも困ったもんだが。早速のお出ましで片付けるぞ。おい、今のはまさか北部の主じゃないか。黒の一帯が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたのかな。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。先へ進むしかないんだろ。おっと、気をつけろよ。この辺は花に化けた魔物が出るからな。そういうことは早く言え。おかげで進めるよ。では遠慮なく。空の文明の遺跡がここにも。ここらには似たようなのがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。
こっちだ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。おいおい、嘘だろ、まったく。道が塞がっちまってる。トルガ、どうした？こんなところ。抜け道が。ありがとう、トルガ。息ついたか。シド、今のうちに。ああ、そうしよう。
クライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなるとはな。ついにさっきまでの話だ。まあ、小手並み拝見といくか。手間のかかる。ドミナントだったのか。ああ、そうだ。何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。
弟の仇なんだろ。分かってるさ。行くぞクライブ。もし道に迷ったら水の流れを遡れ。水か。分かった。
造兵だ。こんなところに。はい。あ。それで。この先にいるロストウィングに奴らを集めた。よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールウードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。おい、片付けるぞ。Thank you.
ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣、それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす8つの要素にその守護者たる召喚獣は1体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする。ほっとけ、いただくもんはいただいた。